おっさんラジオへようこそ。 MC の幸政優です。この番組はおっさんクラブが提供するウェブラジオ番組となっております。前半は無料枠、後半はファンティアのおつファンクラブボイス系プラン B 支援者のみに聞いていただける有料枠です。もしボイス系プラン B に参加してないよという方はぜひ参加をお願いします。主におっさんクラブの作品に出演している声優陣が MC を担当することになります。毎月誰が MC を担当するのかはその時の都合次第ということになります。今月は幸政優が MC をやらせていただきます。よろしくお願いします。幸政優です。新年以来、今度は、新学期といいますか新年度、こちらの担当させていただくというとても嬉しいこの順番になっておりまして、久しぶりにちょっと緊張しております。まあ皆さんいかがお過ごしでしょうか。この春ですね、花粉症で悩んでいるおっさんクラブの声優陣のツイッターなども見ておりまして、幸政自身はですね、それほど花粉症に縁がないと言いますか、花粉症を卒業したと言いますか、まあちょっと目がくよくよするぐらいの感じでして、そうですね、皆さんが苦しんでいる姿を見ながら、ああ僕もそうだったなというふうに思いながら過ごしておりました。花粉症の皆様、もう一息の辛抱だと思います。頑張って治療もしくは耐え忍び、頑張って過ごしてください。おっさんクラブがお届けする18禁シチュエーションボイス、怪盗家の秋分が総集編となって登場しました。そしてなんと本編では聞くことができなかったその後を楽しめる特典音声も、ファンクラブ会員であれば無料プランを含む全てのプランでご購入いただけます。あなたと兄弟の結末をぜひお聞きください。ではお便りボード参ります。このコーナーはおっさんクラブにいただいた作品の感想などを紹介させていただくコーナーです。こちらもですね、よくコメントいただきましてとても嬉しいです。ラジオフォームへの投稿です。匿名さんから、はじめまして、ネロエロスをプレイしました。その前に抱き枕を聞いていたんですが、力強い女子とイメージが全然違くてびっくりです。女子はとってちょっと乱暴だけど一途な感じがとても好きです。ありがとうございます。まあやはりですね、女子はその一途な感じを出すのがすごく面白かったというか、やっぱり女子の一本通った愛情といいますかですね、暴力的ではあるんだけれども一筋な気持ちというのをやっていましたので、そういうところを感じていただくのがとても嬉しいです。抱き枕から先に入られたというのがですね、またちょっと嬉しいところで、はい、おかげさまで、女子とのギャップで楽しんでいただいている方も多いということもありまして、こういった感想をいただくのはとても嬉しいです。ありがとうございます。続きまして、マカロンさんから、はじめまして、マカロンと申します。はじめまして、ネロエロスト完全版をプレイしました。クラウドファンディングで先行してプレイさせてもらったんですが、女子さんのルートがめさめさ泣けました。もうこんなに一途なキャラがいるんだろうかって思うぐらい感動しました。追加エンドも良かったんですけど、もう一つ追加されていた特殊なエンドの女子の方向が忘れられないです。そこでもう鼻が噛みすぎて痛くなるぐらい泣きました。今後のご活躍も楽しみにしています。頑張ってください。ありがとうございます、マカロンさん。こちらですね、やはり完全版の方はやっぱり泣いていただいたルート、あれですね、本当は元々のやつに入るかもしれなかったんですけれども、マカロンさんが感動していただいた方向ですね、やはりあやねさんもとても泣かれまして、これは完全版に入れたいと、やはり完全版の方のボーナスとして入れたいということで、あのような形になりました。僕もあのシーンに関しましてはですね、実はちょっと体崩していた時期だったんですけれども、その全身にある力をギリギリまで出して、極限の叫びというか、そういった気持ちでですね、本当にイブの姿を思い浮かべ、目の前の敵の姿を浮かべ、やはり
叫ばせていただいたものでした。大丈夫でしたでしょうかと思うぐらいちょっと荒々しく、言ってしまえば雑にも聞こえるかもしれない叫びだったので、彩音さんが感動して泣いていただいた、そしてこうやってプレイしていただいたマカロンさんにも伝わったというのがですね、とてもやはり嬉しいです。ありがとうございます。また応援していただけるということでとても嬉しいです。またいろんな作品でですね、いろんな角度から楽しんでいただけると、嬉しいと思っております。よろしくお願いします。続きまして、ナクタさんから、こんにちは、ナクタです。前もお便り読んでもらってありがとうございました。名前連呼してもらって顔が真っ赤になりました。ショーガール3聞きました。こう来たかという感じで思わず続けて2度聞いちゃいました。これは逃げられませんよ。あの支配人にあの攻めでお兄ちゃんとも一緒にいられるとなれば、続きがあればにぜひ聞きたいです。この後どうなったか知りたいですよ、ということで、やはりですね、ショーガールもこうやって聞いていただいているというのがとても嬉しいです。ナクタさん、何度も何度もこうお便りいただいてとても嬉しいです。ありがとうございます。やはりショーガールもですね、僕にとっては印象的な作品の一つになりまして、あれはですね、僕の中では勝利エンドと呼んでるんですけれども、もうやってて楽しかったですね。もうこれは何でしょうか、もうあの兄弟全2人とも囚われてしまうんだろうというふうに思っているぐらい、絵が浮かぶというか、そういった感じでやっておりました。またですね、今後こういった作品にまた出会えることになると思うんですけれども、ショーガールはショーガールでこんなに激しくですね、いやらしくというか強いエロスでやったというのもなかなか少ない経験ですので、また何度もですね聞いていただけると嬉しいです。また、次のおっさんクラブのですね、おっさんラジオ担当するときにはナクタさんお便りいただけるととても嬉しいですので、ぜひよろしくお願いします。販売サイトさんのレビューからですね、メロンさんの、販売サイトのレビューということで、ショーガール3で、金持ちの親父にされても感じるようになるヒロインちゃん、この先普通の暮らしに戻れないよね、残るしかないじゃんヒロインちゃん、お兄さんと幸せな暮らしに戻ってほしいけど無理だろうな、体とか物足りなく感じるだろうし、いろいろと面白かったです。このシリーズ総集編出たら買います、ということで、総集編はですね、もっともっとちょっと売れ行きがいってからでしたら出る可能性があるということなので、ぜひいろんな方に進めていただきたいなとも思っておりますが、結構特殊性癖なところがですね、ショーガールはあるので、そのあたり覚悟して買える方にどんどんお勧めしていただけると嬉しいです。こんなたどたどしい、トークをするような雪政ではなく、堂々とした感じのですね、お芝居でやっておりますので、ぜひぜひやっていただけると嬉しいなと思っております。やはりですね、ここでも書かれておりますように、あの兄弟自体がですね、もうロータスシアターに染まりきってしまって先行けないだろうというか、普通に生きていけないだろうっていうのは結構感じますよね。やはり、そこをもっともっとですね、とろけていただきたいというか、抱き枕とかもまた違った意味でとろけていただくようなものなんですけれども、こちらのやっぱりショーガールの場合はもうロータスシアター自体が非現実的な世界というか、そういった世界なので、そこに飛び込んでドロドロとというか、もう甲骨の中に入っていただいてやっていただくというかですね、浸っていただくのが良いかなと、一人夜にですねこっそり聞くのにちょうど良いのかなと思っています。まああの夢に支配人が出てくるぐらいですね、激しいものになってしまうかもしれませんけれども、ぜひぜひもっともっと聞いていただければ嬉しいです。響くのはざわめき、交渉、強制。届くのはささやき、嘲笑、歓声。
ベルベットの艶に飛び散るのはしぶき。落ちる女神の嘆きは誰の耳にも届かない。おじさまキューブショーガールコネクション、あなたは秘めた恋と情欲の狭間でレンゲの花になる。では、我が輩はコーナーである。名前はまだない。このコーナーは行正優が与えられたお題に沿ってフリートークをしたり何かやらされるコーナーです。お題1、さていよいよネロエロス販売開始となりました。もしかしたらお便りコーナーで散々話されたかもしれませんが、今の心境はいかがですか。はい、早速またネロエロスの話に戻ってきましたね。ネロエロソはですね、やっぱり完全版、まあ皆さんよりちょっと先にですねデバッグでプレイしてたんですけれども、僕自身ですね、自分のお芝居聞いてやっぱり女子のエンドでちょっと泣いたりとか、結構感極まるものがあったりですね、さっきマカロンさんがおっしゃっていた方向のところ、やっぱりちょっと自分でもグッとくるところがありまして、はい、で他の方のお芝居ですね、やはり何度もデバッグですから何度も何度もプレイして、何度も何度もいろんなパターンでやっていたり、ハマってしまったところというか、あエラーが出てるなというところのチェックでも 何回もお芝居聞いてまして、あなるほど、みんなうまいな、すごいな、素敵だなと思いながら聞いてました。うん、やはりですね、ローガンなんかもですね、めちゃめちゃトツキさんかっこいいじゃないですか。渋くてかっこいいなと思いましたし、ハクロウさんもですね、やっぱりラッセルがこうなんていうか、僕としてはラッセルライバルのポジションですから、憎らしいぐらいにこうインテリジェンスというかそういうものを出していたり、うん、イブに対するべったりとした心情というか、あれがまたちょっとこの野郎って感じで、なかなかそうですね、助手の気持ちとシンクロしつつ皆さんの視点を見てたというか、でアンソニーはアンソニーで、なんだよこのエンドずるいなって思うぐらい結構ねグッとくるところもあったりして、うん、みんなそれぞれ見せ場があってすごいやりごたえのあるゲームだなと思いました。うん、やっぱりロールプレイング的な部分ですね、あのあたりはシンプルでやりやすく、なんかこれ結構済むじゃないっていう感じでこうやって貢ぐのもね、コツさえ覚えると結構すんなりと貢げるようになってるし、もうノベルゲーにもなってもいるというか、ノベルゲー的にも楽しめるし、ロープレイのところはですねちょんちょんと遊んで退屈しのぎになるレベルのですね、やはりシンプルさというか、あれが本当にやりやすくて、うん、あそこでハマってしまってね、ここをたくさんプレイしないと先進めないとか、そういうようなどっちかに対するストレスっていうのがなくて、いいゲームだなと思ってやってました。うん、やっぱりバランスって難しいですよね。でもそれがちゃんとバランスかなってて、でストーリーもしっかりしてて、それぞれのエンド、それぞれの未来、それぞれの結末というのがですね見えて良いなというふうに思っておりました。これはやっぱりなんだろう、やっぱりあやねさんの作った世界とか、ひものさんの作ったグラフィックですね、あれが押し寄せてくることがまた声がついて色づいて、すごく
一体感を出しているというふうに感じる部分もあったりで、うん、皆さんもすごく楽しんでいただいている状況ですね。ツイッターとかでも見たりしてるので、やっぱり関われてよかったなっていうふうに思ってます、うん、やっぱりそれが、うん、誇りというか助手やれたっていうのがとても嬉しいことだなって思ってるので、ぜひぜひ何度も何度もプレイしていただければなと思ってます。お気に入りのゲームとして、それぞれのルートを楽しんでいただければなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。